まず1回のシーンです、からかの立ち上がり見逃し三振に山崎を取ってスリーアウトに抑えたシーンです。そしてまずこの1回の攻撃がこれマリーンズは見事でしたね。見事でしたね、特にこの大井野選手の、この走塁ですか、はい、素晴らしいですね。送りバントがこれバントヒットになってノーアウト2塁1塁、さらにランナー進んでワンアウト2塁3塁からキム・テキンをバッターボックスに迎えます。今度はここは浅いフライで西岡が見せました。先制点は犠牲フライ、1対0とします。3回です。唐川の投球ですが、ツーアウトランナーなしとして渡辺、初めは本当にあのヒットを1本打たれたぐらいでずっとゼロ更新あるいはランナーを出さない投球もありました。西岡の好守備もありました。次は4回です。ワンアウトランナー1塁でバッター三郎、長いのも本当今日は頑張ったんですよね。良かったんでしょうね、5回イーグルスは2アウトランナー2塁、バッター9番の藤井を迎えます。これはショート抜けるかというところで草野は3塁回っていました。もうそのまま西岡がタッチに行きます。3塁コーチが手を回していたので3塁を蹴るのも無理はないところですがタッチにダウト。ここがイーグルスにとってはちょっと痛かったですね。痛かったですね、そしてゲームは6回、マリンズは荻野のヒット、センター前ヒットでワンアウトランナー2塁1塁とチャンスが広がってバッター大松です。ここはあの追い込むまでは行ったんですけれども、はい、決め球が分かりましたね、大松が左中間へタイムリーツーベース、2点タイムリーツーベースで追加点3対0とします。中盤7回です。今日は三振もまた今日は多かった唐川、全部で9つの三振を奪いました。本人はインタビューでは初めはちょっと変化球が決まらずって全くダメでしたと言ってましたが、途中からだんだん良くなってきました。ゲームは7回です。この里崎の何でもないフライだったんですがファーストフィリップスがエラー、このエラーをきっかけにランナーが3塁まで進んでバッター荻野、今日の荻野の存在いかがでした。いやもう素晴らしいですね、はい、4対0。そして井口連続タイムリーヒットで5対0。さらにゲームは8回、ワンアウトランナーなしで三郎にもヒットが生まれます。まあヒットがそんなに出ていなかった井口あるいは大松、三郎にも今日はヒットが出てきました。そして里崎の打球を今度はセンター牧田がエラー、6対0。ゲーム9回です。満塁というピンチを作ってしまいますピッチャーの唐川、そして中村典人がここは考えてみれば中村も本当つなぐようなバッティングでしたね。そうですね、これで唐川を降板させます。そしてマウンドに上がったのは今日登録された小林陵侑、新守護神がいきなりの厳しい場面のスタート、5点差あったんですが満塁、ワンアウト満塁から2人のバッターを迎えますが最後は剣士を三振、ランナー1人も返さずにしっかりと火消しを果たしました。プロ初セーブ、唐川は2連勝です。